エボシグモの網エボシグモカハイパキリデイは特殊な雲の一群である。細長いふわを持ち、網を張って獲物を捕らえるが地中性の原始的な雲類と共通する特徴を持つ。現存する普通の雲類では最も原始的なものの一つと考えられる。エボシグモカは北米と中国にのみ分布する電球の傘のような網を張る雲である。北。 アメリカにはエボシグモ属ハイピコラスが中国にはエクタタースティクタが分布するいずれもやや縦長の東京部と腹部に細長い足を備えた雲である古い板を持っておりまた諸肺が2体あるなどの原始的な特徴を持つ暗い湿ったところに生息し下を向いた基盤面から下向きにスキートを含むシートを広げた形の網を張る中央が 基盤にくっついて、雲の居場所となる。この類は、木村雲類やと縦雲類などの原始的な雲類の特徴を色濃く残しながらも、普通の雲類の特徴を持つものであり、生きている化石とも言われた。現在の分岐分類学的判断では普通の雲類の最も規定で分岐したものとされている。体長は1から2センチメートルで、不足は長いものは6センチメートルほどもある足の、 細長い雲である。エボシ雲は、東京部も腹部も、縦長の楕円型で、その外見は、幽霊雲族のものに似ている。もう一つの族であるエクタタースタカはより、がっしりしており、小金雲かの、特に土曜雲族のものを思わせる。東京部は縦長で、中川は縦長で、目は8個、前後2列に配置する。ふわしは細長く、先端の爪は3つあり、 それ以外によく発達した爪状の構造を持つ。三本の爪は体を成す二本は同型で櫛状、一つは大きく曲がる。末端桁束等はない。糸いぼの前に古い板がある。オスのフレッシュ期間はフレッシュの先端から生じる。姿勢生殖口の構造は単きる類的で外目式が発達しない。受精能は左右に二つずつある。 捕食の用水ずれも暗くて、湿度の保たれた環境に生息する。一部のものは洞窟や坑道に生息する。造毛性の雲であり、物影、オーバーハングした岩の仮面、樹木の根本の型などに網を張る。網の構造は、この類ではほぼ共通している。その網は一見すると、ネバネバしたスキートで構成されており、 それが乾燥したシシートで隣接する基板に引っ張られて、その部分で雲が隠れられるようになっている。エボシグモのそれは、やや深めのランプシェードのような形になる。この雲の英名であるランプシェードスパイダーもこれにより、和名のエボシグモはこれをエボシ、エクタタースタカについては、シート状の網であり、天石などの下向きの面に一部がくっついており、周囲は、 糸で多物についているという。エボシクモではほぼ円形になった、この網の中心の基板上に体を平らにして、伏せている。また、ぶら下がるような姿勢で細長い足を網に触れさせる、姿勢を頻繁に取る。餌は、ランプシェードの部分に引っかかり、クモは内側から噛みついて、餌を殺す。糸を用いて包むことはしない。網にかかるのは飛行する昆虫と、 岩の上を這う昆虫などがほぼ半々であるよし。配偶行動に関しては、エボシグモの一種 H セレリの例では、オスは成熟すると網を離れメスの網を探し回る。発見すると足で網に触れて、メスの様子を伺った後に侵入。メスが体を浮かせると、オスは前から潜り込むようメスの体と気質の間に入り、フレシをメスの腹部仮面に差し入れ、降雪する。 卵は、ふわふわした、面状の糸に包まれた球形の乱納に収められ、苔や地位の生いた岩焼きの肌からぶら下げられる。乱納の表面は、泥や地位の粉で包まれる。クモモ木の分類では、まず腹部に大切が残るなど、とりわけ原始的特徴が多いハラフシグモ科からなる、中イボアモクとそれ以外のクモすべてからなる、後エボアモ木に分け、 後者はさらにやはり原始的なトタテ雲などをまとめた、ハラチシタメと普通の雲べてを含む新地シタメに分ける。中イボアモクと目とハラチシタメのものはいずれも、ほぼ地中性で、外見的にも互いに似ていて、雲目全体の中では独特である。このトガのものは、新地科目の、いわゆる普通の雲の姿を持ちながら、以下のような点で中イボアモクや目や、ハラチシタメに見られる特徴を有し、 他の新知した目と異なっている。また、姿勢生,生殖孔において、左右で、女性能が、それぞれ二つに分かれているのは、原伏雲かや地雲かに共通する特徴で、一般のものではそれぞれ左右で一つにまとまっている。このほか糸線が、トタテグモ類では二種しかないのに対し、このドガのものは五種を持っている。しかし、例えば小金雲かのものは六種。 うず雲かのものは七種も持っている。このようなことから、古くからこの雲は生きた化石、古代の雲の姿を残したものと考えられ、とりわけ雲が空中に網を張って、昆虫を捕らえ始めた頃の様子を知る手がかりと考えられてきた。雲類の分類に分岐分類学の手法を適用して見直したプラトーニックは、1977年にこの雲の分類値を発表した。 そこでは、新地下目の中で、エボシグモカはそれ以外すべてのクモ類に対して、姉イ群をなし、その最も規定で分子したものと判断された。そのため、このカ以外のすべてのクモを新古いイータ類とし、このトガだけをそれらに対地する形で、フルブルイータ類とした。なお、諸敗が2体あるクモとしては、新地下目では他に、昔ボロアミグモカとハガクレグモカがあり、これら2カは、 エボシグモかの次に分岐したものと彼は見ている。これらの見解は、後の研究者も多く支持するところである。ただしオノはやはり古い板に関する判断をことにし、単性遺跡類のもとに古々板類を置き、そこに、昔ボロアミグモかやハガクレグモかなどと共にこのトガを置いている。この雲は空中に広がる。雲の網と捕獲の方法の進化については、 以下のような進化の過程を考える説がある。網を張らず、獲物を捕まえる際には噛みつく。地表に網を張り、獲物には噛みつく。空中に網を張り、獲物には噛みついた後に糸を巻きつけ、その後の処理の間に失われるのを避ける。空中に網を張り、獲物は噛みつくことと糸で巻くことで処理する。空中に網を張り、獲物は糸で巻くだけで処理する。 この雲の場合、この系列の2と3の間の段階にあると取れる。ファーゲセンは、さらにどちらかといえば2の段階に近いと判断している。理由としては、網が基板に接して作られ、また歩行性の餌を捕獲できることを挙げている。空中に張られる雲の網の発祥について、巣穴の入り口から放射状に張られた糸に由来するとの、説から見ても、この雲の網は、 その発展と考えるのはたやすい。ジェチではこのトガに四族を認めているが、ヒックマナイアとオーストローチーラスは、後に別化となった。現在このトガのものとされているのは、以下の二族である。含まれる種については、エボシグモカの族種一覧を参照のこと。ありがとうございます。